皆さんこんにちは、のりしろ太郎です。本日はツールズ、クリエイターの仕事道具と題しまして、まあ私普段使っているカメラ、この、ルミックスとかですね、まあ L マウントっていう企画、まあルミックスが L マウントって企画、ライカ、シグマ、パナソニックなどの、L マウントっていう、このマウントの企画なんですけども、それらのレンズ、私持ってるレンズ今日、まあ雑談って感じですかね、 L マウントレンズ雑談ということで、本日やっていきたいと思います。いつものようにまあちょっとまあまったりというか、ちょっとメリハリ長かったらごめんなさいね。で、こうチカチカしてるのが、これが、最近私気に入って使ってるブラックマジックデザインの A10 ミニ X3M です。カメラを切り替えて、まあまあ上に、今見えてないんですけど、ルミックス S5 ありまして、24-105mm のズームレンズ、 F4 透視のズームレンズ、これそうなんですけど、まあまあ、絞りが F8 ぐらいに絞ったかな、なんかもうオートではないんで、こうフォーカスこの辺来ると合わないんですけど、まあまあこの辺で来てるかなって、まあちょうどこの辺で来るかなって感じなんですけど、まあちょっと高さによってはちょっと少しフォーカス合ってないんですけど、まあそういう感じでご了承くださいということで、まあやっていきますかね。まあなんとなく、まあいろいろ他にもですね、なんかツールズって題してこうクリエイターの仕事道具ってやってるんですけど、まあ最近こうレトロゲーム実況で、これ1984年発売かな、セガの SG1000 っていうゲーム機あるんですよ。で SC3000 っていう私持ってるゲームパソコンみたいな、 MSX みたいなやつです。それで遊べるゲーム、ロードランナーすごいやってまして、レトロゲーム実況が思いのほかっていうか、まあまあ、結構好評でして、で、私自身もなぜかこの40年前のロードランナーに、を熱狂してるという、そんな状態でして、あとはまあ、今まで粘土とかいろいろやってきましたけど、まあまあ、こういう粘土とかもやってますし、で、まあ、いつもカメラはもうメインは、ルミックスです。で今映してるの、FX3、 ソニーの FX3 なんですけど、まあ基本メインルミックス使ってまして、まああと OM システムの OM1 も持ってますんで、まあまあ、あとオールドカメラも結構好評でして、でまあ私一番最初始めたのソニーのサイバーショット200万画素からスタート切ってるんで、まあオールドデジカメですか、オールドデジカメもまたやっていきたいなと思ってるんで、まあ今日は、現代のカメラ L マウントで行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、仕切り直しましたんで、ちょっと粘土ここに置いとこう、映ってます、なんとなく端っこに入れときます。レトロゲームも、レトロゲームちょっと邪魔になってるか、映ってないか。まあいいか、まあちょっと映ってます。はいはい、まあこれ映レンズ映さないとね、意味ないんでね、はい、レンズの隣でも置いとこうか。ちょっとロードランナー還元になってますけど、まあまあ、よしとして。もうちょっと詰めるか。はい、やっていきますか。まずちょっと私持ってるレンズ紹介しますかね。ズームからいきますか。ズームレンズが、まあ S5 今24-105の、これルミックス S1 なんですけど、S1 のキットレンズ24-105っていう、もうかなりスタンダードなズームレンズ、 F4 透視っていうのが今つけてます、上のカメラでつけてます。で、S5 のキットレンズってこれなんですけど、まあまあ S9 でもこれキットレンズであるんですかね。ちょっと今映り込むやつ横に移動させます。あ、これですね。この S9 でもそうなんかもしれないです。キットレンズあるのかもしれないです。S5 これで結構話題になりまして、今まで 24mm スタートって多かったんですよ。まあ 28mm とか。あ、これ外さなくていいか。あ、まあこれに S5、S9 につけようか。20から、焦点距離20って20、本来24って、まあまあ、広角のスタートとしては多いんですけど、20っていう、わずかにもっと広角という、
スタートで 60というまあ言ってみたらちょっと焦点距離ズームとし望遠域としては中途半端な60っていうまあまあただコンパクトなんですよね。でこれが結構軽くてですね、今キャップついてます。ここレンズキャップないです。そういう状態で今測ってみますか。387です。これにまあまあ仮に S9 が500、そんなジャストでしたっけ、500、まあまあ今ボディのキャップをついた状態です。これにちょっとまあキャップは外れますけど、まあまあこういうセットです。こういうセット、小型、まあ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 小型、まあまあで張り出してますけどね、まあまあ小型なこのキットで862、なんか軽いんか重いんかよくわかんないな。まあ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 そんな重くもないですよ。重くもないけど862ってなるとなんかあんまり軽い感じしないな。まあまあで、そういうズームです。まあまあコンパクトですよ。でまあそんなにボケは求めれないですね。ボケは求めれないです。F これ見えますかね、 F3.5 から 5.6、 F3.5 20mm で 5.6 が 60mm でそんなにボケないですけど、まあマイクロフォーサーズからこれに変わったらまあまあそれなりにまあまあボケてくれるかなって、ボケを感じるかなっていう気はしますし、まあ悪く、まあ非常に使いやすいですよっていうレンズが、まずこんなペースでやってたらちょっと時間尺長くなりそうですね。ちょっと早めに行きましょうか。はい、まず1本目紹介が、よいしょ、1本目紹介がこれでしたね。 20mm60mm。 はい、次はまあ次まあまあこっち行こうか。これ結構重い、2470、ちょっと一回これ片付け、 2470F2.8 透視です。まあルミックスのレンズです。でこれはその赤い S のマークついたレンズです。 S ラインっていうんですかね。でマニュアルこれでフォーカスできて、あ、ごめんなさい、これでオートになりまして、外してこうするとマニュアル操作っていう、まあ S9 にくっつけたらもう本当になんだこれっていう感じなんですけど、まあまあこれはつけないでいいか。まあまあそんなレンズです。これはまあやっぱり S9 だとちょっとでかすぎますよね。ちょっとは少し張り出します。24mm、70mm っていう感じです。まあ重さいきますか、重さいきましょうか。まあこうキャップついてます。はい、990、まあまあ筋トレできますわ。ゴールドジム行かなくて大丈夫だと思います。1キロあれば。はい、先ほどの2060はまあ400403なんで、まあまあF 値違いますけど、まあだいぶ違いますよ。倍以上違いますからね。ちょっとこれ重いかも。まあまあ写り 2.8 なんでなかなかボケますし、まあまあいいレンズです。はい、でこれ82です。ここ K が82です。82でかいんですけど、もう一個シグマのやつも82で ND フィルター共通にできるっていう良さがあるという、でかすぎて共通できる。はい、はい、続いてちょっと今邪魔になってるやつ、まあ一回これ測りも外そう。これあ、これシグマ、ですね、14-24の広角、こう丸いこの
フィルターつけれないですわ、これ。丸い、この、なんていうんですか、球面っていうか。14ミリ、24ミリ。まあまあ、14ミリあればかなり広角に撮れますので、いいです。で、2.8 ですね。2.8 投資。まあまあ、建築系の写真撮るとき、これ、もう必須です。はい、続いて、今、順番にズームレンズいってますね。あ、測る？一応測っときます。キャップだけ外しますね。キャップ外して、804でございます。もう重いんか重いのか軽いのかよくわかんないけど、まあ重いって言ったら これですわ。これ私持ってるレンズで一番重い 70-200F2.8 で赤い S のこのマークついてます。まあまあズームしても伸びないで、まあ例のごとくこのマニュアルオートがもう一瞬でいける、こうなんていうのか、クラッチっていうのかな。まあまあこれになれるとやっぱりこれがいいですよ、慣れてしまったら。まあこんな感じですね。でこれアルカスイス互換ですかね。で私マンフロット使ってるんですよ、雲台、まあ三脚も。これわかります、これギア雲台、マンフロットの。で、プレートが、マンフロットの場合、これですわ。このメタルの。アルカスイスとちょっと違うんで。で、ここ三脚そのまま、雲台がもう、マンフロットなんで、私、このプレートをもう事前に、もうここ、もうちょっと重くなりますけど、まあもうしょうがないし、こうつけてます、いつも。この状態になってます、いつも。はい、これ重さいきます。まあちょっとプレートまあなしにしようか、せっかくです。これ重いよ。1889。もうもしスポーツジム入会されてる方でこれ買われたら解約してもいいかもしれないです。これで結構筋トレになります。これで。はい。はい、どこまでいったかな。あ、これズームレンズ、今紹介したのズームレンズです。はい。続いて、単焦点いきますか。一番軽い単焦点いきましょうか。これ。これこそ S9 です。もう S9 私これ、もうつけっぱなし。今はこうレンズキャップつけてますけども、これがレンズキャップになってます。これ何かっていうと、26ミリ単焦点レンズで、26ミリ F 何か分かります？ F8。 こんなにF8 って F2.8 じゃないですよ、 F8 で、マニュアルオートフォーカスできないですよ、マニュアルオンリーの F8という、なんとも言えん硬派な、もうこれで、まあまあこれでもう F8 縛りで、もう大体もうすごいコンパクトですしね。まあ S9 だったらもうそんなに細かい操作なしにしてもうこれでいいかなと思ってるんですよ。サブ機ですよね、これ1台で持ってるんだったらそういうわけにいかないと思いますけど、レンズでもう69でしょ。レンズキャップでボディのキャップ12か。まあちょっと違うけど、まあまあ軽いでしょ。で、本体488で、488で、レンズ込みで546か。これ軽いです。まあまあこれも持ち歩けば重くはない。重くないんですけど、結構 S9 って重さ以上にずっしり感感じるんですよ。なんか塊感というか。で、ここサムグリップみたいなちょっと出っ張りついてて引っかかりあるんですけど、まあやっぱりここグリップないから、あとボタンもこう ISO とか
ホワイトバランスとか、あの3つの、例の3つのボタン。この3つのボタンがないんですよ。ないんで、割とアクセスしにくいんで、意外、もうあんまり細かいこと気にしてたら操作しにくいから、もうこのカメラ任せで撮ってます。まあでも 26F8 はもう本当に S9 用っていう感じで、この単焦点一発目です。で、すごい私気に入ってる単焦点レンズがこれですね。ごめんなさいね、これ外そうか。でかこれはでかいよ。でかくて重いよ、これは。これ焦点距離 35mm。 いや、レンズキャップも はまりませんわ。すんなりとはまらない。よし、来た。で、 F1.2 なんかアートっていうシリーズなんですかね。 35mmF1.2DGDN、 なんかちょっと品番ややこしいんでよくわかんないですけど、 35mmF1.2 です。これは重いんで記念に測っときますよ。これ1キロ超えたでしょ。1158。これに S1 ももうすでにもう、あ、これキャップ今ついてますけど、あ、これプレート込みです。1070キャップとプレートついて、メモリも、あ、こっちか、メモリも2枚入ってて、2枚入っててバッテリー入ってるっていう状態で今78になりましたけど、78で、まあこれ本当にナチュラルゴールドジム、ゴールドジムやったー、2210ね。これ重いでしょ。もう これ持った後に S9 になったら本当に可愛いもんですよ。はい、でもこれ重量級ですけど、写りもまあ好きです、大好きです。まあ超重量級。ちょっと、あ、正面で見て、これカメラっぽいでしょ、これ。まあでもカメラじゃこれくらい迫力ないとね。ね、これやったら迫力ないでしょ、これで。カチャーって言っても。こっちでしょ。こっちでカチャーでしょ。はい。そんな感じ。これ 35mm、ズームでも何でもなく、単焦点 F1.2 です。はい。続いてこちら。よいしょ。これは、この赤いまた S のバッジついて、もう大好評、このフォー、なんクラッチ、なんていうやろ、正式名称わかんないです。クラッチマニュアルフォーカス。F1.2。ちょっと測りましょう、これも。これは、本当にルミックスのレンズラインナップの中でも象徴的な、ルミックスの象徴的な 50mm1019 ね。これすっごい気に入ってます。で、しっくり S1 にしっくりきますね、やっぱり S1 にね。どうですか、このなんかごっついな。50mm ってこれくらいでありますよね。ソニーだったらまあまあこれくらいです。今 FX3 50mmF1.2 なんですが、こんなでかくないですよ。本当にルミックスが大きいんで、まあまあそんだけ光学性能いいんだと思うんですけど、これ迫力あるでしょ。で、まあ次いきますか。一番好きなレンズ、最後に私の一番好きなレンズ、まあベスト3ぐらいまでいきますか。ベスト3いこうか。ベスト1、2すぐ言えるんですけど、3が難しいな。はい、次はこれもまあまあ結構私使ってる
105F2.8 のマクロシグマ、まあこれもアートラインっていうのかな、なんかちょっとシグマもよく分かってないんですよ私。アートやら何やら、何でしたっけ、コンテンポラリーやったかなんか忘れましたけど、なんか種類が分かんないです。はい、これすごい気に入ってて、ちょっと工芸の撮影ありまして、それに必要感じて導入したんですけど、それ以来全然使わなかったんですよね。全然使わなくてもったいないなと思って、全然使わないのこれを。まあそれでなんかもうちょっともったいないから使おうと思ったけど、まあオートフォーカスもすごいなんか迷うというか、もうフォーカスジコ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 ってずっと探して、合わそうとするんですけど合わないんですよ。でまあマニュアルで合わした方がもう絶対いいです。マニュアルで合わした方が早い、断然早いんで、まあマニュアルでって感じなんですけど、でなかなかまあスナップでも使えないことないんですけど、105ミリなんで結構焦点距離いいんですけど、まあまあちょっとまあ使い道に困ってて、あんまり言うほど使わってなかったんですけど、試しにこのテレコン買ってみたんですよ。シグマのなんてやつなのかこれ、 TC2011 っていうのかな、2倍テレコン、まあ 1.4 よりも2倍にしちゃえっていうことで、まあこれを買いましたら、これボディにつけてこうつけるんですけど、105ミリが、まあ、210ミリまで行くんですよ。そうするとすごいボケてじゃない、すごいよれて、これ等倍なんですけど、まあ2倍になるんで、2倍のマクロを撮影楽しめるっていう。あれ、いや長い、これ長いな、画面からはみ出します。はい、これです。これで雲を撮ってるんですよ。ハエトリグモっていう小さい雲、網を張らないようなちっちゃいもう数ミリの雲、まあその動画も過去の動画でアップしてますんで、よかったらまたちょっとマクロ撮影雑談もやりたいなと思ってるんで、まあまたおいおいって感じで。これが、まあまあ今これで105ミリ、ここで105ミリ F2.8 の2倍テレコンで210ミリっていう、めちゃくちゃ望遠なマクロレンズ、爆誕です。最高です。これフォーカス合ってますかね。上もマニュアルで F8 で、もうちょっとまあここまで行くとボケるんかな、この辺なら大丈夫なのかという、まあまあそんな、これ今テレコンついてますけど、はい、よしという感じで、はい、これが私の、まあまあ結構持ってますよ。上にまああと1本その24-105F4 投資のズームが1本あるっていう状態です。どうですか、35mm、50mm、105、2倍テレコン、20、ちょっとここ開けとこう。これ入る。20-60mm、24-70mm、14-24mm、何でしたっけ、70-200。まあこれだけたくさんあるんで。まあ、この中で一番、まあ、これちょっと S9 さんも出しとこうか、かわいそうやし、かわいそうですからね、ちょっと入らないですわ、ちょっと詰めてもらうと入らないです。こっち側で余裕あるか、よし、これで入るかな、よし、はい。まあまあ これだけもう結構充実してて、まあ欲しい、今から欲しいのもあるっちゃあるんですけど、
シグマの小さいシリーズの 2.8 とか、あの辺、まあ、何シリーズっていうのかな、ちょっとメタルなかっこいいやつあるんで、あれ単焦点で、あれもいいなと思うんですけど、まあ、あと、そうですね、ルミックスから出たマクロレンズって、割と最近出たものあるんですけど、高さ割とこれくらいの、コンパクトな、何ミリだったかな、あれ。90ミリだったかな、100個、ちょっと調べときます。またあれも欲しいなと思って、100個90、なんかそれくらいなんですけど、まあこれとちょっと比較してみたいなと、シグマとっていう感じで。でこの中で私一番好きなのって言ったらどれか分かりますか。もう今ちょっと手差し伸べたんですけど、まあ50mmF1.4 かな、やっぱりこれなんだかんだ。まあ昔ちょっと前は 35mmF1.2 これ好きだったんですけど、まあ年齢とともに焦点距離だんだん狭まってくるのが好きになるっていう話も聞いたことあって、確かにそうだなと。 35mm だったのが 50mm になってるんで、まあ、そういうこともあるのかなと思うんですけど、まあまあ写りももうまあまあなんかいろいろ調べてもらっても評判いいっていうのは皆さんご存知だと思うんで、F1.8 の、50mm っていうのもありますけど、まあちょっとどれくらい差あるのかな、ちょっと私比較したことないんで分からないんですけど、とロードランナーはこれめっちゃいい男じゃないですか。このロードランナーの激画タッチに私惚れ込んでるんですけど、はい、ああ明るいね。どうですか写り、手前のドクロ行きましょうか。オートフォーカスでやるか、今マニュアルでやってるんですけど、あオートフォーカスでもこれ確かそうなんですけど、ちょっともう一回やってみようか。あ若干あるか、ちょっと画角変わる、これちょっと変わる。24、多分これすごいいいんですよ。これ、24-70。まあでも 50mm もまあまあ、そんな頑固なことないですよね。これがえぐいやつあるんですよ。画角変わってしまう。まあ写りこんな感じです。まあまあ、とろけてますわね。とろけてますよ。ね。で、見え方もこんな感じです。50mm。いや、シグマにしてみましょうか。シグマに。なんかこんなダラダラやってていいですか。尺結構長いけど。なんか欲しいレンズあったら、なんかコメントください。おすすめのレンズとか。まあもっとこれ掘り下げてとかあれば。なんか興味あるものあれば言ってください。ミニカーでも撮ってこようかと思って。ごめんなさいね。なんかこれ、あ、これライブ配信じゃないのに、もうライブ配信みたいなんですよ。そんな感じにしちゃってるんですけど。ちょっと今ミニカー撮ってみよう。こんな感じ。ちょっと後ろ背景、部屋カチャカチャで、こんな感じになってますけど。今覚えておいてください、この状態。いいですか？覚えた？もう一回50ミリいきますよ。まあ動画だと35やっぱりいいかもね。またおじさんしか映ってる。これ。どうですか？まあ狭いでしょ。まあまあ机の上なんでね。あ、真っ黒になっちゃった。よし、それではマクロいきますか。よいしょ。うわ、これはだいぶ酔ったわ。これオートフォーカスでやってみようか。あえてオートフォーカスがやなかなか、あ、これ F にってちょっとは、あ、これ私の設定もあるんかな。
変わった。こんな感じ。どうですか。ちょっともうちょっと明るくしようか。マニュアルだと、まあこれ本当に、これゴルフです。ちょっと埃っぽいけど、隣アルト、隣は 隣鈴木アルトです。ほら、これいいでしょう。これ楽しい。まあそうですね。ちょっとベスト何とか決めんとダメでしたね。まあ決めますか。まあ1位から発表して、1位が 50mm F1.4、 それから2位がまあ 35mm かな、 F1.8。 まあちょっと癖強すぎて何とも言えないですけど、3位が105マクロかな、今のところ。楽しいっていう意味で。使い勝手はまあ20、70いいですけど。まあそんな感じで、楽しんでおります。はい。ちょっと最後バックで入れる。うまくバックで入れる。はい、あ、決まった、決まった。はい、ということで、今日、L マウントのレンズ雑談ということで、まあ、シグマとライカ持ってないんで、シグマとルミックスのレンズだけになるんですけど、まあ、いろいろたくさん、まあ、ソニーとか多いとは思うんですけど、まあ、十二分に L マウントも多いんじゃないですかね。まあ、そんな感じで楽しんでやっております。まあ、皆さん、ちょっとおすすめのレンズとか、もっとこの中で掘り下げてほしいレンズとかあれば、まあ、マクロレンズはまた改めてマクロ雑談ですねってみたいなと思うんで、これはまた改めてという感じで、今日もお届けしました。またお会いしましょう。そんな感じですかね。はい、ちょっとまたレンズ大好きなんで、ルミックスシグマ大好きなんで、またやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、初めての方、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。はい、またお会いしましょう。さよなら、のりしろ太郎でした。さよなら。筋トレしましょう。体が資本。